どうも、マシです。始めましたね。今日はですね、ちょっと久しぶりに私物の紹介しようかなと思っておりまして、クローゼットにあるお洋服全部含めて1位から10位ランキング作ってみました。春夏秋冬で自分のお気に入り1位から10位まで決めたらどういう感じになるんやろうって考えてたんですけれども、この企画を考えついたのもインスタライブやってる時に、一番のスペシャルなヴィンテージ何持ってますかっていうコメントに対して、何持ってんだやろうなってちょっと考えてたんですけれども、今回やるのはもうスペシャルっていう感じってよりかは1位から10位で自分のお気に入りアイテムを紹介していきたいかなと思っております。まあなんで1位がもうめっちゃ高くてめっちゃスペシャルっていうわけじゃなくて、まあもちろんね、やっぱ好きな服がヴィンテージが多いので、ヴィンテージが1位から10位だいたいランキングしてるとは思うんですけれども、ほんまに使うしないよねっていう古着屋のね、1位から10位を紹介していけたらなと思っております。じゃあできますか。マーシーチャンネル、どっちがいいんやろうな。10位から紹介していくんか、まあ、はたまた10個アイテム紹介してどれが1位でどれが10位かランキング予想してもらうかとか、どれがいいやろうな。バラバラにやった方がおもろいかな。で最後にどれが何位でしたとか言った方がいいかな。それでいきますか。そっちの方が見応えありますもんね。まあ、当たったら何があるとかいうわけでもないですけど、紹介していきます。まあ、古着好きであればデニムなんて絶対1本は持ってるとは思うんですけれども、結構いろんなデニムは履いてきたんですけれども、もうかなり手放して、今持ってるデニムっていうのはもう4本とか5本ぐらいしか持ってないんですけど、その中での1本こいつでございますね。 501XX ギャラリでございますね。最近ちゃんと見直したんですけど、おそらくこれカーパッチキっぽいんですよね今気づくっていう。あとでちゃんとした物撮りここに載せてますけれども、ウエスト34、レング32ぐらいのかなりゴールデンサイズで、やっぱこういうダブル X 今から買うよっていう方にすごい言いたいのが、やっぱりオリジナルレングスがかなりいいと思うんですよね。っていうのもやっぱ評価もかなり上がりますし、オリジナルレングスっていうのが、まあ、ここが詰められてないチェーンステッチになってるアイテムですね、がまあ個人的にやっぱテンション上がるかな。自分のマイサイのダブル X っていうのはかなりいいと思います。こいつ結構状態いい感じで買ったんですけど、履きすぎて破るっていう、ね、元からじゃないんですよ、僕が破ったんですけどダブル X をここまでにするやつってあんまりいないと思いますね。一発目に紹介しておりますが、何位かをちょっと伏せておきますので、皆さんぜひ予想してみてください。想像したより長い動画になりそうなのでパッパいきます。次こいつでございますね。ドイツジャンでございますね。ドイツのスーベニアでございます。めちゃくちゃかっこいいんですよね。そう、裏地のキルティングの配色もいいですし、なんとて生地がこれモールスキンなんですよね。そうで、ビッグサイズ、もう今値段が高くなってるとは思うんですけれども、王道にみんな欲しくなるツアージャケット、これも順位の中にランキングしております。まあこいつは結構 A 順位やと思いますが、予想してみてください。はい、今年の冬もそうですし、去年の冬もそうですし、いっちゃん来たんちゃうかな。90年代のフーディでございますね。で、まあダブルフェイスになっております。で、色が暗めな赤でございますね。困った時に何にでもハマるんですよ。今の気分はこういうフェードしたフーディにハムパンを合わせたいって気分なんですけどね。ハムパンはちょっと企画にしていろいろやっておりますが、ちょっと楽しみにしておいてください。はいこいつよりもう一発薄いピンクっぽい色味がかなり上がってるとは思うんですけれども、なんか個人的にはそのピンクもまあ気に入ってきてるんですけど、やっぱこのダブルフェイスでこのちょっと暗めな赤っていうのがかなり良くて気に入ってきております。プラスまあサイズがビッグサイズっていうのがヴィンテージにはなかなかないので、すごい重宝しておりますね。何位でしょうね。今のところダブル X、 ドイツジャン、ダブルフェイス紹介しておりますが、これでも何位か想像してみてください。次、まあ、1960年代のカラーフロッキーオレゴンのアイテム。先日月末イベントがございまして、その時に着用してたんですけれども、ちょっとね、酔っ払っちゃってめちゃくちゃごま油ついたんで、もう手洗いしてたっていうね、縮んじゃうんですよ水を通すと
ラックボディかな。カラーフロッキーっていうだけでももちろん、しかもこれ3段ですね。やばいな。相場、だいたい皆さん想像つくと思うんですけど、相場 10% ぐらいで買ったイメージではありますね。かなり気に入っておりますね。考えてみてください。はい、次。ハットが相変わらず気分なんですけど、フェドラのハットをずっと欲しかったんですけど、画像にも映ってるかもしれないですけど、ずっとね、ブラックナイトマン持ってたんですけど、このなんて言うんだろうな、シルバーベリーか。セットソンのオープンロード。まあブランドは別に問わなかったんですよ。ユーロのハットでも良かったんですよね。頭が60から59センチの間ぐらいで、なかなか入るサイズがないんですけれども、こういうヴィンテージのハットって大体被れないんですけど、まさかの被れるっていうね。もうほんまに古着って出会いやなってその時より思いました。10年代とかのアイテム。古いハットって、ほんとここのクラウンがめっちゃ高かったりとか、まあオープンロードはすごいね、このブリムが長くて、僕が普段使ってるようなハットとは違って、まあ本当にコスプレ感めっちゃ強くなるんですけれども、こいつを着こなせるように今後もちょっと頑張っていきたいかなと思っております。買ってからかなり気に入って被ってるかな。まあ本当手にしてから間もないんですけど、まあこの気に入り10選にランキングするぐらい気に入って使っております。唯一の T シャツでございます。僕の好きなアーティストのビースティーボーイズのチェックワヘッドのオリジナルですね。ヘインズボディのコピーライト92年とかだったかな。バックにはビースティーボーイズラージですね。5倍、4倍ぐらいの値段に今なってるんですけれども。まあ売るつもりはなくてね。自分の気に入ったお洋服がやっぱ価値がどんどん上がってくるとちょっと嬉しいですよね。個人的にはやっぱこのグリーンがめちゃくちゃ好きで、まあたまたま行った古着屋さんにあったんで買ったっていう感じでございます。唯一の T シャツが10位中何位にランキングするのか、皆さんぜひ予想してみてください。これはもうかなり気に入ってますね。気に入ってるっていうよりマジで玉数がないアイテムですね。プリズナーパンツでございます。まあ名前の通りね、刑務所に入ってた人が履いてたパンツなんですけれども、ペンシルで40年代とかのアイテムのプリズナーパンツでございますね。見ないんじゃないですか。某原宿の有名な古着屋さんでかなり高額な金額で販売されておりましたが、っていうぐらいね、もうすごい玉数が少ないんで、評価がかなり高いのかなと思っております。で、折り方もすごい特徴的で、ヘリンボーンになってるんですよね。しかも横の。これめちゃくちゃかっこいいと思いますね。すごい仲いいんですけど、これをどう着こなすかっていうのがすごい楽しくて、気に入って着ております。ヒントを出すとダブル X よりかは気に入っております。月末イベント古着屋マーシーで販売したレーヨン二方、ホワイトとブラックを販売したとは思うんですけれども、唯一持ってる長袖のレーヨンがこいつということで、ホワイトボディのフラップ付き1950年代 50s のアイテムでございますね。でサイズの方がもうかなりビッグサイズで、こいつは本当に売らないです。こいつはもう売らないです。めちゃくちゃ気に入っております。こいつはかなり上位ですよ。まあ、何位か当ててみてください。今年の僕といえばの服じゃないですか。1940年代、後付けパーカー、両V ですね。両V はめ込みのツートン。で、ドラポケ。で、ブランドの方がダックスバックのタグもしっかり残っておりますよということで、こいつは本当にヴィンテージ好きにはたまらないお洋服なのかなと思います。一番高いので、いつ買ってあんまり着てないですね。予想してみてください。ラストがこちらでございますね。これは去年に買った、まあベストバイかな。見たらわかりますよね。スカジャンでございます。1950年代のスカでございますね。通常のスカとは違うのがプリントスカって言われる、その刺繍じゃなくてプリントなんですよね。と刺繍が使われてるアイテム。でも両方 A 面なんですよね。スカイグリーンとちょっと暗めな赤でございますね。ヴィンテージ好きな方もおっしゃってたのが、 VCM で見た時にもうかなりいい値段しておいてたみたいな、販売されてるとかいう話を聞いたりとかしたんですけれども、まあ、僕もそれこそ最近見た古着屋さんで本当に同じような値段で販売されてるのを見て、僕の買った金額が29万なんですけれども、29万よりかなり高い金額で販売されてたりしたアイテムを見たんですけど、まあ買っといてよかったなっていう思い。
カジャンはうちで結構販売してるくせに持ってなかったのと、まあ別にね、私物にしてもよかったんですけど、なるべく違う古着屋で買った方がええんかな思ってて、たまたま出会ったスカジャンでございます。さあ何位にランキングしてくるのか、皆さんぜひ予想してみてください。マーシーチャンネル。10個のアイテム紹介しましたが、どうでしたかね。あ、俺も家帰ってやってみようとかだったりね。確かにこれがなんやかんや一番着てんなとかあったりするとは思うんですけれども、考えるとすごい楽しいので、ぜひ皆さんやってみてください。じゃあ僕が今紹介した10個のアイテム、順位の方がこちらでございます。こちらでございます。そうですね、絶対皆さんスカジャンか後付けパーカーが1位って思ったと思うんですけれども、僕の中での1位はレオンギャバでございますね。レオンギャバの白っていうのも着てるかな、金額じゃないですね、着てるかなっていう感じですね。で、10位がまさかのビースティーボーイズっていう、唯一の T シャツやっぱ10位だったよっていうことで、はい。で、次が、ステッドソンかな。で、次がカラーブロッキーで、ダブルフェイスで、ドイツジャン、ダブル X、 後付けパーカースカージャン、プリズナーパンツ、白のレオンギャバでございます。まあ、ぜひね、この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次の企画はちょっと僕がずっと欲しがってたアイテムを実は手に入れることができたので、それを紹介したいかなと思っております。ぜひお楽しみ。それではまた、 See you。 ご視聴ありがとうございました。ベースインスタグラムチェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。 See you。